はい、こんにちは。はい、こんにちは。プロポーズ、大体夜にやりがち。そうなのか。どうも、しのりくん。やる気元気ハハハハ、I'm marrying me 大輝ーバカ、結婚してください。ジャス出たー久々じゃない ?3 人くらい。確かに。大体は確かに。だって、この前もこういう人いたし、今あんま見れてない。その間こういう人いたもんね。そう。誰それということで、皆様最近恋をしてますか？恋か。どうですか、してますか？ジャスティンしてますか？恋。俺はしてない。じゃあ彼女がいますか？もういっぱいいるよ。はい、まあ見たとしましょう。はい、いない程度だよね。プロポーズをねすることが今後あるかもしれん。ない、ね、あ、まあでも待ってほしい。俺はない。俺結婚したい、まあ、俺ら多分すると思うけど。すると思う。ジャスティンとかって黙ってついてこいよみたいな。そうだね、結構オラ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 。女の子がね、その顔でついてこい、何それってね、なると思うけど、まあでもですね、今回はですね、そんなね、プロポーズをね、するときに参考にね、なるおもちゃ、いいものを今日買ってきました。え、こちらね、こちらたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐ。これすごいんですよ。これ知ってる人は知ってるんですけど、販売された時に速攻売り切れたんです。少ないけん。そうだよ。開けますね。よいしょ。おん、いや、わからん、わからん。いや、おーじゃない、わからん。それでは説明していきたいと思います。このゲームはですね、簡単に言いますと、ゲーム、親が一人います。じゃんけんして3人で、で、勝った人が親で、その親の人にこちらのカードを使って決まった言葉を並び替えて、決まった言葉の中からプロポーズの言葉を考えて、チョイスして親にこの指輪、こちらの指輪を使ってプロポーズします。実際で1人これ持ち指輪が決まってて、もらえるんだ。これ3個持って、持ちコインみたいに言うよね。持ち指輪が1人3色で持ってください。もう入って、で、この3個の指輪を一番最初に亡くなった人が勝ちです。亡くなった人が勝ち。そう、なるほど。で、一番その親の基準はプロポーズが一番キュンとした人の指輪を受け取るわけ。わかる？この文章がすごいゴールインね、心から。こういうやつがあるんですね。赤ちゃん、赤ちゃんっていうか悪くない。いやいや、うまく使うんです。これをいっぱいあるんですね。で、今回の撮影者がじゃーん。はい、手元の撮影者、ちょっと自己紹介して。どうも、爆竹のアランです。イエーイ。久々に出たよね。久々ですね。一緒。あ、もういいよ君。はい、お疲れ様でした。ってことで、これ初期カードね。はい、でまずじゃんけんで親を決めていこう。そうね、3人でじゃんけんする。とりあえず、あ、ごめん。じゃんけんで親を決めていこう。親は顔を伏せ、あ、顔ゆっくり10を数えます。10秒で並びかねんのこれ。そう、あ、それは楽しいよ。それは楽しい。じゃあ親じゃんけんね、勝ちが親ね。最初はグー、じゃんけんポイ。あー、じゃあ大輝親。じゃあ俺からやります。はい、6枚ね。6枚引いてください。はい、よいスタート。俺見ない方がいい。今そこなんだよ。目伏せて。目で、引き終わったら、引き終わりました。終わったら、まだまだ今からめくりますよ。10秒数えない。 OK？ せーの、いっす。いや、無理、10秒無理だって。いーちー、できました。はい、ちょっと待ってね。え、大ちゃん見たらダメだよ。じゃあ、プロポーズするよ。プロポーズして。僕はおじいちゃん。味噌汁って不思議だね。君だけの家族、あったかいだろ。愛してる。で、指輪をこう、うん、どうしてる。受け取るか受け取らんか。愛してる。受け取らんな。全然受け取ってない。めっちゃこんなしょうもないプロポーズ初めて聞いた。これはむずい。最後に結婚しようって言わないか、悲しいよ。え、愛してる、愛してる、結婚しよう。バタフライって流れる。あー、バタフライ。いきますよ。よーい、スタート。19。めちゃくちゃあいつ引いてるんやけど、6枚つって12枚ぐらい引いてるんだけど。すげえ声持つ。え、すごい。強がりなキス、終わらない僕は死ぬまで可愛い、僕にこう言わせてくれ。
結婚しよう。おお。もらったの？もらったの？これはいい。めちゃくちゃいい。はい、それではじゃあ俺から言っていいですか？はい、じゃあリック目つぶってもらって。じゃあまず6枚引いてね。いきますよ。はい。1、2、1。大変なちょっと。いやー最近3。会話の途中なんだ。そういえば今日トアがね今潰れて4。気になる。あいつ潰れてるの珍しいよね。なんか俺裏に折って5。裏に折って普通に体当たりしてきてもんって。もう何しようと思ってたら、すいません先生6。せいの6。先生すいません先生とか言ったから、その腹筋鍛えたらばっつって、こう軽くね、なんだなーな、痛いすげえ、痛いすげえって言って、すごい絡みうざっか。はーち決まりました。決まりました。はい、OK です。はい、いきます。僕はぽっかり開いた胸より大切にするよ。一瞬で大きくなって君をベイビー、結婚してください。やだよね。意味が NO! 意味がちょっと、なんで一瞬で大きくなって、すごいぞこれ。ちんちんやな。じゃあ次俺ね。うん、お願いします。はい、いや早い引いてないから。はい、行きますよ、せーの、10。おしまい。はい、おしまい。いくよ。君の暗闇しかない気持ち、僕だけのにそっと触れてごらん。結婚してください。無理だよね。いくよ、6。よし、いくよ、3、指を2つ追加、2、1。はい、終わり。 OKOKOK。 じゃあ、携帯持ってプロポーズして。はい、じゃあ、めちゃくちゃうまいぞ。え、マジビビんだよ。もう落ちた。いくよ、落ちた。僕はどんなに辛くても大切にするよ。おー、いい。運命になりたいのさ、ダメですか？結婚してください。バタフライ今日は。いやでもこのゲーム本当に面白い。想像力が結構深まるね。うん、カップルでやったりすると面白いね。いやめちゃくちゃ盛り上がる。なんかね、え、その自然な流れでプロポーズに持っていくのもいい、ね。ああ、でもいい、ありかもね。それめちゃくちゃいい。よくない？ということで今日はねこのゲームちょっと紹介してみたんですけども、ぜひね手に入れた時には遊んでみてください。はい、そしてまあね、やっぱプロポーズっていうのはね、まあ、一緒にね一回しかねないとは思います。じゃあな、早っ。バイバイ。いや、次じゃあ行きます。何、答え。あー、じゃあ準備見せてよ。激しくね、この間、激しく燃えてたよ。なんかすごいこう初めて会った女の子だったんだけど、すげえ激しく燃えてる子がいて、何が燃えてたかっていうと、すごかったよ。歩きながら歩きながらなんか恋してたよ、その子。燃えてて恋に、歩きながら、あー私本当に好きだな、本当に好きだなって。悲しい時になんか、悲しい時にこう言葉が下手ね。見たよそれを。俺が悲しい時に歩きながら恋に燃えてる子を見たよ。すごいなこの子と思って、すげえ燃えてんなと思って愛してるって思った。あ、ね、そういうところで恋、そう、そういうなんか歩きながらも恋に燃えてる子を悲しい時に見て愛してるなって。それは伝えたかったわけね。リックンは、リックンは目決まっちゃう、見せんとね。いや、みたいだね。何この前釈迦さん出てくれたじゃん。 あったね。結構ね、なかなかありえんことみたいよ。へえ、そうなんや。プラス、なんかこう、うち犬飼ってんだけど、なんか最近10歳なんよ。釈迦さんとの関係は？あ、釈迦さんはそうみたいだねってただ思っただけで。終わったぞ。いや、うち犬飼ってるんよ。終わった。いやいや、犬飼ってる、うん、いや、急にお前話しかけてきた。でもめちゃくちゃ金かかった、あの犬。へえ、高かったの？どんぐらいでした？高い。ぶっちゃけ本当に60万かかって、結構結ばれてる。犬と結構結ばれてて、まあ、でもね、それもね、結局、まあ、何が言いたいかというと、愛してんだなって思って。なるほどね、なるほどね。こっちの方が面白いや。いくよ。はい、どうぞ。そうそうそう。で、真っ白なキャンパスにまずね、俺の気持ちっていうのを描いたい。
やっぱそういう気持ちが大事やからね。うん、うん、俺何の気持ちなの意味わからん。まあ、真っ白な、真っ白な二日酔いの時の、あの墓を俺は立てないと、これはマジで本当に立てないといけないかなと思ったからね、うん、親とかもね、大事な墓っていうのはね。でも同じ名字の人ってなかなかいないよね。なかなかいないから、この感情をどうしたいかなと思った時にね、聞いてくれよ。聞いてよ、本当に聞いて、俺の話をね。そう、まあ確実に存在する。聞いてっていう言葉は確実に存在する。続けて、何が続けて、続けて、繋がらんもん。じゃあ1から、また1からね。じゃあまた1から繋がらん。いきなり、また切れ、繋げれるように頑張るから。当たらん。これからいく。これからね、OKOK。 ちょうだいちょうだい、お願いします。そう、おばあさん、おばあさんってね、うん、足腰とか悪いやん、うん、そう。でもね、足腰が悪い時ってね、歩く時ってすごい大変やからね、呪文をかけるよ。すげえ呪文かけるんよ、ね、でもそれね、呪文はね、ちゃんとした日本語やからね、ロマンティックな日本語で呪文をかけるんよ、おばあさん。そう、足腰悪いから、うん、でもそんな時にね、一緒に墓に入ろうってね、将来的にはね、一緒に入ろうじゃないかって、誰よりも一緒にって、私が先に入っちゃおうかなって思っちゃったりして、そんな時に求めるんよ。ね、一緒に入ってくれる人いないですかっていうの。そう、そういう時にね、ね、ハッピーになるよ。死んだけどハッピーになるよ、中に入る瞬間は。そう、でも最後はやっぱりね、あの、手を取り合うんよ、おじいちゃん。知らない人かもしれないな、ね、呪文をかけた人と手を取り合って、最後にね、きっと大丈夫って、おばあちゃんが言うの。ちょっとね、歯がないけどきっと大丈夫って言いながらね、これを言うんよ。本当に多い、ね、鬼のようにメロメロだよ、一緒に入る人はね。そう、でもそれで結局地獄に落ちるんよ、このおばあさん。でもお地獄に落ちてもね、結局はね、我慢できないんよ。そう、何が我慢できないかっていうとね、幸せにしてみるっていうことが我慢できないから、地獄に行っても結局宝石箱ってどういうことよ。繋がらん、全然。このゲームめちゃくちゃおもろい。こっちのおもろい。このゲームめちゃくちゃおもろい。メインでいい。これがメインでいいよ。